ハートありがとう、星ありがとう、かわいい。どんぶらこありがとう。こんばんは。フォローしました。え、もともとしてなかったんですか。ハートありがとう、ありがとうしてくれて。焼肉って叙々苑でしょう。なんでわかったの、なんでわかったの。ハートありがとう。どんぶらこありがとう。こんばんは。もーちゃん可愛すぎて息できない。息してください。息をしなさい。息を。チャットの風景見たらわかります。おーすごい。今日はあのゴールデンダルマプリンセスであの1位をいただいた時に特典でいただいた叙々苑のギフトカードをいただいたので、そうだからあのね使わなかったらもったいないから、その2位だった作法と一緒にランチしてきました。そうそうそう、そう食事券がね、そうありがたいことにあって、そう皆さんのおかげでね、そうありがとね、本当にすごく幸せでした。そうありがとうねみんな。美味しかったよ。音符ありがとう。そう使なんかね、そうみんながね、そうプレゼントしてくれたものみたいなものだから、そうなんだろうね、なんかちょっと申し訳ございませんと思いながら美味しくいただきました。そうめっちゃ食べましたよ。こんばんは。うん、なんかね今もね胸焼けしてるから、私ちょっとあれです、夜ご飯なしです。こんばんは。口内が痛くなってきた。またうん作法も同じ量ですよ。パイナップル私パイナップル無理やねん。パイナップル食べたら口の中と唇かゆくなる。こんばんは。そうかゆくなるんです。あと今日さ占い行こっかなと思ったらさ予約がいっぱいでした。そうなんかね果物ありがとうねマイクたくさん。果物がね本当にねダメってそう初見です。ありがとう。ラブラ2何が。ハイビスカスありがとう。そうメロンもキウイもでもみかんとかいちごとかぶどうとかバナナとか全然いけるんですよ。固まってる。ここが
テープでやったらガチガチになっちゃってね、なんか飛び出ちゃうんですよこの子。占いの結果、うん、予約がいっぱいで行けなかったんですよ。今日は長岡の花火大会ですけど、みんな見てますか？見終わったかな？めっちゃ行きたいの。行きたかったけどね、ちょっとやめましたね。すごい人って聞いて、私人混みはねちょっと気分が悪くなっちゃうのであ、すごい YouTube でライブもあったんよ。そっか。YouTube で見ればよかった。明日見よう。あ、でも明日あれか、ごちゃかそう、なんかね、暑いところが本当に私もすぐダメなんですよ。そう、来年こそはね、長岡の花火大会って何時に終わるんですか？そう、明日ごちゃ。こんばんは。9時半に終わったんや。あ、今終わった。あ、見てた？10分前、10分前に終わったのか。どうでした？みんな綺麗かった？確かにね、花火見えるかもね。確かに今年も綺麗でした。なんかさ、さっきパッてなんかのライブ配信で見てんけど、音楽かかってなかった？なんか、あ、長岡花火や、音楽がかかるんやと思って。あ、絶対そう。ジュピターや、ジュピターが聞こえた、さっき。こんばんは。タワーのお礼したいけど、いるかな？いないかな？でもめっちゃ行ってみたいな。でも、ごっつそう。こんばんは。いいんじゃん。いないよとか言わないで。いいんじゃん。どんなタワーもらったっけ、忘れちゃった。なんかロック系やった気がする。なんかラジカセみたいな。あ、パイナップルか。ラジカセかと思ってラジカセ書いちゃった。じゃあパイナップルカーコ。
パイナップルタワーありがとうございます。いつもありがとうタワー、ありがとね。あ、みんな長岡で花火大会見てる。みんな大丈夫なんですか、あの混み具合とか。なんかめっちゃやばいって聞くけど。浮いてしまった、ありがとう。初見です、嘘つけ。パチパチありがとう。もう来た、ありがとう。そうね、人やばそう。なんかこんな感じになりそう、人多すぎて。 PC 席だから大丈夫です。パソコンってこと？パソコン席ってこと？なんかパソコン触りながら触れるみたいな、そんなあるんですね。なんかね、不思議。東京の人混みみたい。自宅の2階から見れるので、すごっ、いいなぁ、いいな、いいな。私も窓開けたら長岡の花火大会見えへんかな。なんかね、すごそう、マジで。またいつか行きたいですね。牧場牧場はね、できれば目標をできれば歌わせていただきたい。いや、音聞こえなかったですね。結婚してありがとう。300年後にします。わあね、すごそう。じゃあ右側座ります。うん、なんか今日めっちゃ眠いんですよ。今日めっちゃ眠たくて、もうね、今にでも寝そう。だからちょっとね、いつもより静かです。めっちゃ眠たい今。なんか最近ね、なんか本当にね、空が明るくなって寝ちゃうんですよ。だから謎だよね。寝れないっていうか、寝れる。そう、起きちゃう。それまで何してるかっていうと、あのオセロ、なんか永遠オセロしちゃう。なんかね、さっきもひろかとオンラインオセロを対決してて、もう2回しかしてないんですけど2勝しました。確かにね、オセロに負けたらもうね、もう勝つまでやめたくないから。そう、2勝しましたよ私。
こんばんは。うん、眠いね。お母さんとセラしたことある？ある。お母さん強いですね。あなたの曲名なんやっけ。あ、AKB48 さんのジェネレーションチェンジ。多分これ目覚めたらめっちゃ元気出るんですけど、目覚めれない。ちょっと誰か目覚ましてください。目覚ましテレビくん、こんばんは。誰か目覚ましテレビくんしてください。阪神8連勝すごっ。永遠勝ってますね。明日も延長。目覚ましテレビくんしてください。みんな6時55分、6時55分。もんちゃんのやる気スイッチどこ？違う、やる気がないとかじゃなくて眠たいの。どこどこ、何時に起きたい？え、なんか早寝早起きの人めっちゃ憧れる。早寝早起きして朝散歩してとか、なんか私がもうやってないことをやってる人めっちゃ尊敬する。熱っ。今寝ていいよって言われたら何分寝る？え、でもお風呂入りたい。でも仮眠やったらもうほんま秒で寝れる気がする。今早起きがいい。で、朝お散歩でもしたい。朝お散歩してうん、朝お散歩して理想のモーニングルーティーンは5時ぐらいに目覚めて顔を洗ってウォーキングして帰ってきて7時で、7時に朝ごはん食べて7時半に読書をして寝る。なんか催眠術かかったことないんですよ。だから一回やってみたい。なんか騙される気がせえへん。朝食はビュッフェ。もう寝るよ当たり前です。もう寝ます、寝ます。さんの本読んで、ちょっとしか読んでない。昼食バイキング。あ、確かにピラティスめっちゃ行きたくて、私結構ガチで私ピラティス行きたくて、あと最近寝る前にまた筋トレを再開し始めまして、お腹の筋肉がつき始めたかどうか知らないんですけど、なんかちょっとお腹の筋肉が痛い。お腹の筋肉がちょいと痛いです。だからちょっとだけ筋肉ついてきてるのかな、知らんけど。
いや腹筋は絶対割れないと思う。このお腹は腹筋割れない自信があるので、私はなんか今こういうちょっと反ってる、なんて言ったら、ちょっとだけくびれがある感じのお腹してるんですよ。なんて言ったら、あ、合うな。こんな、これをもっとこうしたい。それな。山は二段腹です。やめたら太ったんや。アイドルの痩せてるの基準がすごく細いの大変だよね。ねえ、大変だけど全然私二段腹で全然焦ってはない。焦るべきなんだと思うので、ちょっと焦るんですけど、ちょっとまだ焦ってないから、そろそろ焦り始めようかなって思ってます。あ、星の風船かわいい、ありがとう。ありがとう。なんかね、反り腰なんですよ私。だから反り腰でプラスお腹のお肉がついてるから、なんかもうひどいことになってて、お腹が、だから多分反り腰改善したら多分大丈夫なんですよ。お腹の肉がついてるってだけになるか、なるんですけど、反り腰のせいでもっとなんかお腹がボーンって出てるみたいになっちゃうから、もうそれがマジでやだ。あとなんか顔の大きさを、奥村は顔が大きいって言われたとしても顔の大きさも変えれん。なんかいや、太ってるって言われたら痩せようって思えるけど、なんか顔の大きさとか頭の大きさはもうマジで変わらん。それがして治らないの。治せれるらしい、なんか自力でも。もちろんスタイルいいのに、どこがね、優しすぎ、どこが、全然ですよ。あんなん、あれ実はお腹出てますからね。こんばんは。あれ、あの時集合時間前にもうね、本当におにぎり2個とパン1個とか食べて、もうほんまに爆食しちゃって、なんかとんでもなくいいとしたパラが出たまま、お腹が出る服着ちゃって、もうでもシャツ着てたからちょっとよかった、助かったけど、お腹出てるんですあれ。ハートありがとう。いや、おにぎりにこと、パンやからな。いや、食べ過ぎなんです。女世界は。でもほんまにね、オセロはね、あ、待って、何の話、今食べ過ぎの話と、なんかオセロの話しちゃった。まあいいか、オセロみんなもぜひやってみ。多分そのうちどっかで出会うかもしれんから、その時はぜひ対戦してください。まあでも私ってバレへんけど、バレへんと思うけど。プッ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 プ、私は ID なので。まあその時はね、私に勝たせてね、
その時は勝たせてね。こんばんは。こっちが勝っても怒らないでね。イライラはしちゃうかも。ねえなんでって言っちゃう。どんばらこありがとう。勝つまでやらないでね。いや私勝つまでやる。絶対勝つまでやる。ハートありがとう。ハートありがとうね。こんばんは。今日私カラオケ行ってきた。ねえ聞いてみんな、私さ今日なカラオケ行ったんやけどな、私牧師を歌う予定やったのだけどさ、そのお店がダムしか置いてないって言われて、まずねカラオケの受付行って、でももかとさほでピッ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 っていろいろやってて、でなんか機種全然聞かれへんなと思ったから、ももかが「すいませんジョイサウンドってできますか?」って聞いたら、「あここのお店はダムだけなんです」って言われて、なんかその時「えん?」ってなって、うん、ダムだけやった。だからでもめちゃくちゃ綺麗くて、めちゃくちゃ最新のダムさんだったので、で私最新って言ってたから、ワンチャン牧師入ってるかもって思って、牧師、僕はもう少年ではなくなったって調べたらなかった。もうママか今日マジで牧師歌う気満々やったのに、牧師歌う気満々やったからさ、ほらありがとうね、牧師歌う気満々やったからさ、なんかうん牧師歌う気満々やったのに、こんばんは。今日めっちゃ牧師の気分やったね。だって花火大会やったから、もうめっちゃショックだよママか。だから今日の1曲目は星の温度にしました星の温度にした星の温度を歌った。フォローありがとう。でもほんまに牧師を歌いたくて、もうほんまに悔しい、超悔しい。なんかどんだけ牧師が好きやと思ってんの。ももちゃんの9月のしゃべり会少し変えました、よろしくです。えねえありがとう、待ってますね。楽しい一日にしようね、ありがとうこんばんは。もう前もって調べてから行くしか。だってさあると思うやんジョイサウンド。まあ仕方ない、これは私が悪いけど、もうねショックすぎて、私もねほんと牧師が歌えないって分かった瞬間にもうね涙が出そうになったほらありがとう。もうほんまにな、そこそこ多いんや。ああそうなんや。なんかいつも行くたびにダムかジョイサウンドどっちがいいですかって聞かれるから、私ねいつもね間違いでダムでって言っちゃう。ダムで、でもサホがいたらサホは違うよジョイサウンドだよって言ってくれるから、あジョイサウンドでしたっていう。本当ありがとう。それとかねえどっちだっけ、ほらありがとう。ねえどっちだっけ牧師ってジョイサウンドだよ。あジョイサウンドか、じゃあジョイサウンドでって言ってる。もうね牧師愛がすごいので、こんばんは。でもあれ歌えたから満足。
抱きしめられたら、 AKB48 さんの抱きしめられたらって曲があるんですけど、私もその曲がほんまにめっちゃ好き。こんばんは。そう、あと発覚したことを一つ言っていいですか？もうね、私これ気づいた瞬間にほんまにびっくりして、ほらありがとう。ちょっと言っていい？私って一番好きな曲が「僕はもう少年ではなくなった」っていう花火の曲なんですよ。で、私今日気づいたんですけど、抱きしめられたらもうめっちゃ好きなんですね、さっき話したように。で、抱きしめられたらの歌歌ってたら、花火っていう歌詞が入ってたんですよ、抱きしめられたらにも。で、あ、花火が入ってると思って、ももかさほに、ももかって花火が入ってる秋元先生の花火って入ってる曲がなんか好きなんかもって言ったんよ、サホに。じゃあ、あーそういうことねみたいな、そういう感じの曲が好きなんやなみたいな話をしてたんですよ。そう、じゃあほらありがとう。じゃあね、サホが乃木坂46さんの何やったっけ、空気調節みたいな、え、何だっけ、なんかそんな曲ありませんか？私は今日初めて知った曲なんですけど、結構昔の曲で、何だっけ、空気調節、何だっけ、温度調節かな、まあ、そんな曲があるんですよ、乃木坂46さんに。で、それをサホが歌ってて、モカが、あ、なんかこの歌好き、なんて曲みたいな感じで聞いてたんですよ。あ、ごめんなさい、設定温度、あ、そうそうそう、設定温度や、ごめんなさい。そう、設定温度って曲があるんですけど、その設定温度あ、ごめんごめんごめん、喉が息が詰まって咳したら変な声になった、ごめんね。ほらありがとう。あ、来た。いや、設定温度でした。ごめんごめん、そう、痰絡んでない、咳とあの咳払いしようとしたら同時になっちゃって変な声になった。そう、その曲がめっちゃいいなと思って、なんかはサホにその途中の合間に、これなんて曲、めっちゃ好きかもしれんみたいな、モカが言ってん、サホに。じゃあサホがなんか、これはなん乃木坂46のさんの設定温度だよみたいな感じで教えてくれて、ああ、じゃあ私プレイリストに入れるわって入れたんですよ。入れた瞬間にサホが、待って、花火って入ってるよ、この曲にもみたいな感じで、歌詞に花火が入ってて、その設定温度っていう歌にも。だから私はほんまに花火が好きなんや、花火が入ってる、ん、歌詞に花火が入ってる秋元先生の曲が本当になんか全部私好きかも。そう、なんかね、私そんな花火が大会がありますよって言われたらもう絶対 100% 行くって感じの子じゃないんですよね。確かに、思い出せてよかったもん、入ってるわ私。あ、入ってる、私大好き、 STU さんの中で一番。あ、確かに、やば、なんか鳥肌立った。そういうことか、ハートありがとう。あー、確かに、思い出せてよかったも、確かに。シダリアナギもそうですね、花火の曲やし、確かに。そうだから、その見る花火はなんか
数年に1回見れたらいいかなって感じのレベルなんですけど、なんか歌詞に花火が入ってる曲はもうほんと全部好きやなって思った。ほらありがとね。だからなんか花火と運命を感じましたね。でもやっぱ花火関連では一番牧師かな。金魚花火、金魚花火、一本目温度、ごめんなさい分からないです。夏の夜の感じが好きなのかしら。そうかもな、そうかも。夏の夜が好きなんかな。え、そうなんです。私結構しみり系の寂しい曲がめっちゃ好きなんですよ。そう、なんかね、抱きしめられたらのその部分はね、遠い花火見えないのに音だけ聞こえるです。もーちゃんって寂しがり屋なの。え、めっちゃ寂しがり屋、ずっと言ってる寂しがり屋って。もうね、多分寂しがり屋代表って言ってもいいぐらい寂しがり屋。え、フォローありがとうこんばんは。もうね、びっくりするぐらいね、もーちゃん寂しがり屋なんですよ。日本代表です。私寂しがり屋の。線香花火が消えるまで日向坂フティシックさん。お、来ますね。花火系の秋元先生が書いた曲でもね、明るい系の花火入ってる曲はもしかしたらあんまり刺さらないかもしれない。なんかちょっと落ち着いた感じの花火って入ってる曲が好きかも。いやでもやっぱ私本当に牧唱が一番好きですね。君とばったりと出会ったね、落ち外れの夏祭りの夜、浴衣と服にした髪が、線香花火、線香花火っていう曲があんの。ももちゃんから牧唱って2000回くらい聞いたかも。うん、2000回くらい言ってると思う。マジでなんかもう多分もうマジで牧唱分かった、うん、もういい、もういいよ、ほんと分かったからって思うかもしれんけど、うん、私しつこいから、そう、私ってしつこいで有名だから、はい、牧唱はね、もうね本当に何年かけても歌っていきたい。もうね、なん、え、これクーラー効いてるん。2000は無理すぎ、1800ぐらい、変わらん変わらん。なんかクーラー静かないやもん、めっちゃほんまに暑い。なんかちゃんとこういう温度にしてるんやったらこういう温度に従ってほしい。私ほんまに暑いのがほんまに嫌いやから、ちゃんとしてください、クーラー。わかりましたか。あ、今聞き始めました。怒ったら聞いてくれるんです。あの、聞いてくれました。寒いのと暑いのがだと、暑いのがダメ、うん、私は暑いのがダメです。もうね、暑かったらね、もう
火を吹きます。ドラゴンなので頭から湯気とか出ます。温泉なので。僕はもう少年ではなくなった。ちゃん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 、あの夏にちゃん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 、チュルル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 ルル。何やっけこの子の名前。あ、ふみ、何やったっけ、何やったっけ、ふみ、ふみよ、ふみよやっけ。あ、ふみよくんやんな。やっぱもーちゃん39度とか40度の外に絶対出れないね。出れないもん、無理無理。だって今が何度、あんなに好きだった彼女が僕の知らない、わかる。もうかもエアコン効きすぎか分からんけど、朝起きてたまに体調悪い時ある。だから多分それはエアコンなんやろうなと思うから、みんな服着た方がいいよ。なんかほんまに服着て寝た方がいい。何回も言うけど服着て寝んかったらマジでもうほんまに体調悪なる。私体調悪くなるもん服きんと寝たら。牧師はどこの歌詞が好き。私は2番の歌詞がほんまに好きで、あの会わなきゃよかったかなが好きです。会わなきゃよかったかな、その会わなきゃよかったかなを聞いた瞬間に、なんかもう本当になんかもう本当こっちまで悲しくなります。その会わなきゃよかったかなの一言だけで。なんか曲を聴いて考察して、なんかああ少年悲しかったんだな、まあでもそりゃそうだよねって感じで、あの聞くんですね最初は。でも途中でその会わなきゃよかったかなんとこに行ったら、あやばい、切なすぎるってなる。それぐらい辛かったんだねって急になんか同情というか同情しちゃう。なんかなんて言ったらいいの、難しいな。なんかさ、例えば他人行儀に軽く会釈を、他人行儀に軽く会釈をした、遠くにしだり柳。だってさ、あんまり心境がさ書かれてないやん、その牧師って。そうだからさ、そのね2番のね会わなきゃよかったかなに、なんかその少年のなんか思いっていうか心境が初めて分かったというか、もうそこでやっとなんか弱音を吐いた感じがして、もうね超辛くて、もうそこがめっちゃ好きというか、もうなんか天才やなって思う。いかがでしょうか、いかがでしょうか、これを聞いてどう思いましたか。深いね、だよね、そうなの、深い話たった1分で。そうだからよっぽど耳出し、ほんまにありがとう。もうね本当にね
もう辛い牧章、もう牧章ほんともう辛いよ、もうかわいそうだよ、もう女の子なんかさ、なんか私こんなに牧章が好きなのにさ、なんだろう、もしさ牧章をこれからやりますとするじゃん、どっかで、そこでさ、まあ、言ったら牧章のその選抜メンバーはマシさんだったりとかサーヤさんとかだったりリノさんとかだったり、もうね本当に私はここに誓わせてもらうんですけど、本当に気持ちを込めてもう泣きながら多分歌っちゃうくらい気持ちを込めて歌うっていう、歌うってなんか誓うので、もう本当にもう牧章だけ本当に歌わせていただきたい、もうね本当にいいものにするって誓うから、本当に誓うからしたい、ハートありがとうって感じ、本当に誓うぐらい、誓うぐらいいい、いい僕はもう少年ではなくなった、やっぱあのなんていうの、そのオリジナルメンバーの方々がやってる牧章がもうこの世で一番いいと思うんですよ、この世で一番いいと思うんですけど、その2番目にいい、いいと思っていただけるぐらいな牧章にする自信があります。ほんとそれぐらい牧章の愛が私にはありますもう牧章愛があるんです、私こんばんは、ハートありがとう、牧章歌いたい、カラオケ入っ、なんで入ってないの、ちょっと一旦調べてみていい、カラオケで絶対ないけど、ないよねそりゃないよね、そりゃそうだ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、そりゃそうなんだよね、そりゃそうなんだよ、そりゃそうなんだよ、 なかったもん今日、なかったもん、そうなかったからそりゃそうなんだけど、うん、なんだろう、アカペラじゃダメなの私、もうね牧章はメロディーも素晴らしいからメロディーも歌いたいんです、メロ、じゃあ歌いたくない、メロディーもあってこその牧章だからアカペラじゃダメなの私、難しいんです私って、変にこだわりがあるから、なんか私ドラムやってみたい、そうなんや、あ、そうなんや、じゃあ聞いてみるか
ってみよう。なんか私の誕生日に歌えたらいいなと思います。目標。分かった。聞いてみる。じゃあスタッフさんに聞いてみるね。ハートありがとう。じゃあもしできるんだったら誕生日に歌いますね。誕生日のカラオケ配信楽しみにしててね、みんな。もうめちゃくちゃ楽しい配信にしたいなって計画立ててるので、だから楽しみにしてて。確かにね、大丈夫そうな気がする。なんかみんなできればこの歌歌ってほしいなって曲とかありますか？なんか本当に私が軽く知ってる曲だったら全然歌えるんですけど、ごめんなさい全然存じ上げないって感じだったらちょっと覚えるのは難しいかもしれないけど。入ってない、入ってないです。それ牧場歌ったら泣くんでしょ？泣かないよ。私はステージに立って牧場歌ったら泣きます。きっかけいいですね。誕生日に24時過ぎても、そうだから、ま、なんて暇たぎ配信っていうんですか、あれをしようかなって思ってる。ヒライシン履いてたっけ。ヒライシン歌える。マイコありがとう。何時までにしようかな。今日はじゃあ11時まで配信します。うん、でもね超楽しみ。今から誕生日リリース日ですけど楽しみですね。愛の重さ、あー覚えたいんよな私。なんかこの海を眺めてる。気づいたかと思う。あ、いいですね。あ、わかんないな。月の神わかんない。なんか難しそう。愛の重さって。もんちゃん誕生日あと26日早っ。多分ねあと26日ってなったらなんか秒で来ますよ誕生日なんて。しかもさね、おしゃべり会とかもほんまに秒やと思う。18日やろ、だからあと16日ってことやろ。秒やで、あんな時間。なんかね最近めっちゃ考えちゃうんですよ。なんかね、あ1秒前過去なんやってなる。だからあほらもう今もどん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 過去になってて、まあ今が一番若いんやってなる。今が一番若いんやっていうか、なんていうの、やっぱ年重ねていく一方やん1秒経ったら。だから今が一番若いんやってなるって思いますね。そうだからめっちゃ思いますね最近って感じ。そう今日が一番若いんですよ。今日がっていうか今がね、今が一番若い。牧場と今は行く。牧場の章間違ってる感じ。ダメ。牧場の章は少年の章だよ厳しいよ牧場は。私牧場監督だから
牧場は牧場の少年です。こんばんは。非全力待って、なんか一回結構バラード系の曲じゃなかったっけ、非全力って。私歌ったことある気がする、オーディションの時に STU さんのオーディションの時に歌った記憶がある。あれ違うっけ、バラード系じゃないかな。こんばんは、持ってきた、おかえりん。めっちゃなんか覚えてる気がする。あれバラード系じゃなかったっけ、なんか悲しい系じゃなかったっけ、なんか間違ってるかな。まあまた聞こう。この先牧場を越えてくる曲が出てくるかな。どうやろう、でもなんか出てきそうな気がする。だから今が一番好きな時にごちゃで早く流したいって思う、越される前に。でも4期生楽曲の季節外れのアイスレモネードもね、もう自分にとってはもうめちゃくちゃ大事な曲になるからね。でも本当に本当一緒ぐらい大切、牧場。将来的にはその曲欲しい。いやね、それはねいただきたいなと思うけど、多分私にそれがその曲というよりかは、なんやろう、そういうのは多分違う子がやった方が、NGT にとってもいい気がしたいい気がするうん、私歌下手やしね、多分すぐ声が裏返っちゃったりとかするからね。ね、それはもちろん、それはもちろんね、いただけるなら欲しいとは思うけど、感じ。ヒロカッピとか何が？何が？新しいも曲もいいけど、わかります、マジで。そう、ソロ曲、ヒロカのソロ曲、ソロ曲とかやったら私はもちろんヒロカも聴いてみたいなと思うけど、なんやろ、私アンナの曲とか大好き、歌声か、なんかアンナとかソロ曲ね、ハートありがとね。私が何々って気持ちは持ち続けてほしい。何？何々って何？はじめまして。なーに？クラクラみたい。あ、クラクラ系やったら確かにヒロカ、確かにそれはそう。
目標は高くてもいいかなと思う。え、それは、え、違う違う、だから私はいただけるんやったらやりたいなと思うけどって感じ。そう、だから全然目標低くないよ、私の目標は。もう超高い。だって私目標なんて選抜入ることだよ。目標高いでしょ、めっちゃ。あとは劇場公演デビューかな。今年の9月の目標は、9月までの目標、9月までって違う、9月頃の目標は、9月以降の目標は公演デビューなので、今それのために頑張ってる。センターも狙いましょう。消極的って何？積極的だよ、私めっちゃポジティブだよ。だって選抜入りだよ、目標。ポジティブじゃないの？こんばんは。うん、いや今のね目標だよ、それは。次回のシングルの目標、グループとしての目標かな。公演デビューは9月の目標、今月の目標は、今月の目標どうしようかな。今月の目標はまた改めて言います。そうだね、昇格もね、私はね、そう、年齢がねあれだから、あー確かにごちゃ、今月はそうかも。こんばんは。トップね、確かに。今月の目標なんやろ。8月、でもやっぱリリース日があるから28日に、今月か。でその中に4期楽曲も入ってるから、4期楽曲
を愛していただければと思いますね。うん、今月はそうかな。もう大きいね、楽曲いただけるってもう大きいから、本当に。そんなミレッサ頑張ってんの。うん、頑張ってる頑張ってんだ。ハートありがとう。うん、カラオケは今日は歌わない。カラオケ行ってきたから。大きい。いや本当にそう、発売日に4期生ん特技大使を取るの。確かにカラオケ3時間。ハートありがとう。あ、思った、すき家のレモネードマジで美味しそうやった。あれめっちゃ飲みたいもん。忘れないでね、私の誕生日。忘れるわけないと思ってる。今見てくれてる人は絶対大丈夫って信じてる。21歳になっちゃうよ、あと26日で。ドキドキ。21歳って21歳。覚えました、覚えて。そうだよ、ハニワ今めっちゃお腹消化してる。そう、ハニワの日です。え、覚えます。ありがとう、嬉しい。今日はいい女。いつもいい女ですいつもいい女です。え、おめでとう言ってくれるん、嬉しい。こんばんは、こんばんは。今日は特に、あら、ありがとう。ね、佐保、ひろか、こま、ももかっていう感じ。ね、めっちゃ多いよな。いつもちゃん可愛いです。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。それだからね、ありがとうね。18日、楽しみ。みんな来てくれる。18日にモンカの誕生日の近く、楽しみ楽しみね。カイリさんなんてもう本当にもうすぐですもんね。顔丸、マジ顔丸。なんか顔むくんでる日。コマさんは体調ずっと悪いの？そうなの？コマ？大丈夫かな？乾杯ありがとう。どうしたんだろう。
18日は楽しませてほしいな。楽しませるよ、当たり前じゃん、任して。楽しませるに決まってんじゃん、任して。もうね、楽しすぎてもう寝る前に楽しかったなーっていう余韻を引きずらせてもう涙が出ちゃうくらいに楽しませますはい。おしゃべり会で何も考えていかなくて、おもちゃ任せでいいの？全然いいよ。あと相談とかでもいい、全然私相談乗るし。もうね、超楽しませる。もうね、みんなはさ、なんかどういう話をしたいんやろ、めっちゃ気になる。なんかもしさ、何も考えずにももちゃんとこ行って、ももかが話振ったけど、いやその話はちょっと嫌だったかもっていう、なんか嫌な思いをさせたくないからさ、みんなってどういう話振られたら嫌な思いするどういう話を振られたら、ああそういう話しちゃう系なんだってなる。それ知っときたいかも。なんか私本当に空気本当読めないから私空気読めないから本当にね、あの悪気なく言っちゃって、なんか悲しませちゃったら本当に申し訳ないなと思うから、なんかあらかじめ気をつけときたいかも。あっち見て会話したい。絶対しようね、絶対しよう。私マジで悔しがってもう一回とか言うかもしれんけど。じゃんけんやだ。あ、分かった、じゃあじゃんけんしないようにするわ。いや、あっち向いてほいわ。この前誰のとこ行ってきたのとか、うわーマジ絶対、あそれ言ってくれなかった。私多分マジで聞いてる。でも結構シンプルに気になるよな。ねえねえねえ、誰のとこ行ってきたのとか私言いそうやもん。じゃあ文化は何番目とか言う。もう言いそう言いそう言いそう、よかった、知れてよかった。いや多分ね、なんかよかったとか言ってるけど、なんか言っちゃいそうで怖いもん。文化誰の子行ってきたんとか言いそう、まあ、怖い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 。さっき隣に何で見たよ。言うね、私多分それ言うわ。うん、言わないように心がけます。でもね、大体ね、もう分かんの、みんな、みんなじゃない、大体分かんのよね。なんかマリナさんなんだろうなってなる予想ね、マイナさんなんだろうなってなる。違ってたら申し訳ないけど。こんばんは。こんばんは。私もマリナさんのとこ行きたいんやけど、すいません、私もマリナさんのおしゃべり会に行きたいんですけれども、どうしますか。こんばんは。いや休憩中にマリナさんの邪魔なんてできないよ。マリナさん全完売してるのに、そんな貴重な休憩、その
15分とかしかない休憩に私邪魔なんてできないよ、マリナさんの。絶対しない。でも写真は撮ってもらうかもしれないけど、なんかそんな邪魔は絶対しに行かないって自信ある私。もうマリナさんを困らせたくないんです私はい、私もうマリナさんのことを困らせたくない。感じ。めっちゃトイレ行きたい。すいません。行ってきまーす。お茶汲んできてた。ただいま。コップ違うとこちゃった。よっ。ただいま。されてる。フォローされてんだけど。ありがとうございます。やばい、お手洗い行った瞬間ちょっと元気出てきた。ちょっと元気にが出てきましたね。はい、やっと木が来ました。間違えた、楽が来ました。木と愛、さっきが愛でして今が楽になります。いや木かな、木、今気楽みたいな感じ。え、今気楽なんだけど、今気楽なんだけど。あ、そうだ、明日さ、違う、あれだ、あれ明日まででしたっけ、明日までよっけ。
お支払い。ぜひ。なんかさ、今さ流行りでさ、なんかこういう前髪をさちょろっと出すみたいな髪型流行ってない？なんか雑誌でこういう、こういうさ、なんかトイレの、トイレ座ってる時にめっちゃボケーっとしてて、なんかマジで本当にみたいな、口開けてポカーンってしたんですよ。流行ってるよなこういうの。なんか雑誌のモデルさんとかにもらう、なんかこう、いや寝そうにっていうか、なんかめっちゃボケーっとしとって、めっちゃ全然意識はあるんですけどポカーンってしてて、いや、あ、そうだそうだ、私配信中だったって気づいて、でその後お茶汲んで、あ、じゃあわじゃーって流した瞬間になんか元気になった。そう、私はね本当にねよくわからない子なんです。自分でもわかりません、ね、いるよねこういう、こういうさ、こういう雑誌、こういうファッション、いるよねこういう。なんかねお腹すいた、でも太っちゃうんだよ。もうさ、もう私さ本当にさ大デブなんだよ本当に。みんなは優しいから、そうでも、そうじゃないよもちゃんは細いよって言ってくれるけど、もう私本当になんかその甘えで甘えちゃってるんです本当に。なんかそんなことないようで甘えちゃってて、あ、やっぱいるよねこういう前髪引っ込まないんだよね、お腹本当に。いやそんなことない、ね、嬉しいんだけど本当にね最近甘えちゃってるなってめっちゃ思う。でもね、もう甘えるしかないの、もうねご飯を食べないと、私も本当、私ストレス発散がご飯食べることなの。だからご飯を食べないと私本当にやばいのもうやばいんだよ私、ご飯を食べなければ。だから食べちゃうの。早く長岡まで引っ込みますか。引っ込まない、引っ込まないね。うん、私筋トレをするじゃないですか。筋トレしてちゃんとご飯食べた方がいいって言うから、ご飯食べたらさっき筋トレしたのになんかめっちゃお腹出るんですよね。で、あと最近のめっちゃ悩みがあって、私ね、あれなんです、なんかね、え、今から食べないよ我慢する、あれで、なんて言ったらいいんでしょう、最近っていうかね、え、なんて、あ、やっぱりやめときます。なんかこういう話をしたらなんかまたこういう話はしない方がいいでしょうってまた言われちゃうからやめとく。トムロコありがとう。関係ないけど、中に食べるカップラーメンって美味しいよね。ねえ、あれが好き、カップラーメンなら、え、何やったっけ、ちゃんぽん、ごちゃのももかさん、え、ごちゃのももかさんですよ、もしかしての、もしかしてのリスナーさんでございますか。ごちゃの明日もよろしくお願いします。そのくらいだもん、やっぱやめといた、こんなん言った、ちゃんぽん、私ちゃんぽんの美味しさに本当に2年前に気づきまして、美味しいよね。マニュア
あ、まりちゃんのファン、まりちゃんのファンの方ありがとうございます。本当いつもお世話になってます。まりちゃんと私が、あ、間違えました私が、すいません。じゃあ、ま、あ、違う、いつもまりちゃんにお世話になってますってことを言いたかった。なんかちゃんぽんってなんであんなに美味しいんやろ。もうさ、なんか罪ですよ本当に。美味しいんですもの。あと宮田屋のヤングドーナツね、もうあれほんま美味しい。もうね、あれマジで美味しい。なんかドーナツ界隈の中で一番美味しいんちゃうかなって思ってるね。あ、ねえねえ、ちょっとアーモンド効果入れてくるわ。アーモンド効果入れてくる。ももちゃんが元気になったので延長かな。その通り、ももちゃん機嫌がっていうか元気になったから、その通りだよ。こっちがアーモンド効果で、こっちがお茶。このコップ見分けつくようにね。おいしい。あ、おいしい。もう一回。美味しすぎる。アーモンド効果やばい。やばい、アーモンド効果が美味しすぎます。すいません。あとめっちゃ今歯磨きたい。なんかめっちゃ今、え、なんで、なんか歯の一個だけ超ザラザラなんですけど何これ、ここ気持ち悪すぎてめっちゃ歯磨きたいんだけど。ちょっと歯磨きし始めてもいい。今ダメだよね、それはダメだ、それはダメだ、分かってる。でも超歯磨きたくて今、配信切るか歯磨くかどっちかみたいな。それかもう頑張るかって感じ。いやー歯磨きしたいな。おいしい。やばい、ここがマジザラザラしてる。これ多分ほんまにお肉の脂な気がする。
ここの歯だけど気持ち悪い。マウスウォッシュあるわ、あるな、あ確かに。やだ。やっぱやめた。なんか私髪の毛伸びたと思わへん。私いつかベリーショートにしたい。ベリーショートは嫌だな。なんかここぐらい。今は伸ばしたらここまであるからここぐらいまで切りたい。なんて言うんだろう、元 NMB48 の太田優里さんにみたいな感じのベリーショートにしたくて。それか金髪だね。金髪にもしたいね。あ、まあでもおしゃべり会でエクステとかつけるからなかなか見れないももちゃんが見れるはず。ほんまに珍しい。ももかのロングなんか初じゃない多分世の中に。マシーさんみたいな魅力、え可愛かったですよねあの色。黒髪がいい。なんかさ私さ前にめっちゃ真っ黒に染めたんですよ。いつやろ2月ぐらいのX で4期生の2月ぐらい4期生のアカウントの2月ぐらいの私見てほしいんですけれど、真っ黒に1回染めてるんですよ。色落ちしてきて真っ黒に染めたのに今めっちゃ明るくなっちゃっててもうって感じ。金にしたい理由？金にしたい理由は、いや金は嫌かも。やっぱなんか金みたいなピンクみたいなちょっと可愛いピンクみたい。いやダメだね、私似合わないね絶対。うん、色変わらないようにするから染めに行かないよ。黒くしない。前黒くした時にね、あの重たく見えるって言われちゃったから。そうだからね、もう今のままの髪色が一番いいかなって思って今のままにするよ。変えるつもりはない。あっ、うわ、おいしい。こんばんはって感じかな。あ、そうそうそう、ちょっと待ってて。ねえねえねえ、見てほしいのがあってさ、今日さアクセサリー買ってきたねんな。だから今からアクセサリー紹介します。まあ、言うて2個しか買ってないねんけど、めっちゃ可愛いねん。まずね1つ目これ、なんかさこんなピン初めて見てさ、これ見えるかな、リボンになっててで垂れてて下がで、これピンになってるんですよ。だからね、なんか
髪の毛につけれるんです、こんなんていうの、こんな感じで。もうめっちゃ可愛くない？これ見てさ、もう桃花これ、あ待って、これ2個買えばよかったな。2個買いに行こう。でもこれ全然あと在庫も少なかった。そうこれがね、もう可愛すぎて、桃花もうこれ見た瞬間に、あこれは桃花は買わないといけないってなった。もうめっちゃ可愛くないこれ。なんかさ浴衣のさ髪飾りってこういう垂れる系やん。やけどさそういうのってほんまに大体柄が決まっててさ、もう浴衣にしか合わへん髪飾りやん。だけどこれってどの服でも合いそうだからめっちゃ可愛いなと思った。あとはなイヤリング買った。あこれさどうやって外すやん。あいけたいけた。なんかこんなイヤリング見えるかな、なんかねこんな感じのイヤリングで、私耳たぶがね副耳なんですよ。だからこれ一番緩くしないとね私耳が痛くなっちゃうっていうか血が止まる待って、え買った、あいけたいけた、ピアス開いてないんです私。ちょっとね開けれない怖くて。そうだからほらなんかねイヤリングっぽくなくて、もうイヤリングっぽくなくてっていうかあれなんか緩い、緩くないか。そう待ってよ、ずれてるねずれてるじゃん。あでも直せない怖い。そうこんな感じで可愛いの、可愛いんです、こんな感じ。なんか揺れてて可愛くて可愛いなと思って買った。いてててこれはイヤリング買いました。普段ねずっと私このねイヤリングつけてるんですけど違うやつ欲しいなと思って違うやつも買った。そうでもなめっちゃ一目惚れしたやつやったから買えて嬉しい。イヤリングはお出かけ用ですか？おしゃべり会でつけれたらいいなって。おしゃべり会あかんのかな。それはまたスタッフさんに聞いてみるけど、髪飾りは多分 OK やからこの髪飾りはお話し会おしゃべり会でつけます。あとさなんかね、なんかねをキラキラにするやつ買いました。めっちゃ、まあ、キラキラ超キラキラにはならないんですけど、なんか例えばこういう肩出しを、まあ、切るとするやん。じゃあここをねちょっとキラキラっていうか、なんかなんていうんやろ、なんかすべすべお肌に見せるっていうか、今ようわからんのですけど、なんか肌をキラキラさせるラメかな。そうアイシャドウでいいかなと思ったんですけど、ボディ用って書いてるから、そうやったらボディ用買おうと思ってボディ用のキラキラさせるラメを買いました。もうね私ほんまにおしゃべり会が楽しみすぎて、なんかね私も絶対これおしゃべり会使うかなっていうようわからんやつも、なんかいや一応買っとこって、なんかもうウキウキしてめっちゃなんかカゴに入れちゃう。
入れようってなって入れてる。まにそれぐらいずっとウキ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 してるんです私。むちゃん香水つけるの？プライベートっていうかその休日はつけるように、つけるよってかもつけてる。めっちゃもう超つけてる。よしよしよしよ。4箇所5箇所ぐらい。そう、かな。服につけるの？手首？手首と首の4箇所かな。1234。んじゃあそんな予算つけへんわ。プシュープシュースリ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 で2プッシュー、服の前にプシュー、後ろからプシューの4プッシューですかね。何の代わり？え、いっぱいある私の香水もね。私香水香水オタクなので、もうねほんまに大量に香水あるお家に。でも一番好きな香水はみゆみゆの香水かコスメデコルテかな。あ、確かに髪の毛はつけへんかも。あ、でも髪の毛いいな。シュッてなった時にふわって変わるってことやろ。分からん、おしゃべり会どうなんやろ。聞いときますね。この顔もあり今日好きかも。こういう感じこっちできひんねんな。そう、めっちゃ持ってる。壇上読もうかな。20分になった壇上読みます。コメントが少なくなったら壇上を読みます。私はいつも。うん、分かった、ありがとう。シャンプーでいいんちゃうの？シャンプー、私の家のシャンプーあんまいい匂いじゃないからはい、あんまりいい匂いにならない。本当に髪の毛をサラサラにしようとしてるシャンプーだから、なんか匂いでは、うん、買ってないかな。って感じ。こんばんは。シャンプー何使ってんの？え、言わんとく。なんかいい匂いじゃないとかちょっとけなしちゃったから言わんときますハートありがとね。わかる、マジでお腹減ったもん。やばい、今柿の種でも食べようかな。まあでも今日は本当にちょっとあの、まあ、全然落ち込んではないんですけど、ちょっと心がぼーっとする時が何回かちょっとあったので、配信楽しくできてよかったです。ありがとう、来てくれて。では誕生日見ます。13位キョロちゃんありがとうございます。12位アイスリアスマイルさんありがとうございます。もちろん目標の達成に向けてデカが応援していきます。コインディー待ってるよ、待っててね、ありがとう。11位 P さんありがとうございます。10位ブルーさんありがとうございます。9位 M ヤギさんありがとうございます。8位イコチンさんありがとうございます。7位タクゾーさんありがとうございます。
一緒に出してながら牧師をお願いしたいの、たまもちゃんの皆さん、うん、本当にね牧師を披露、早く披露、みんなの前で披露したい、だから待っててね。6位、ケンジデスさんありがとうございます、いつもありがとうね。5位、グリーンティーさんありがとうございます。4位、まみまみさんありがとうございます、ありがとうね。3位、たまもさんありがとうございます、ありがとう。2位、カーマFさんありがとうございます。もちゃんこんばんは、今日の配信も楽しかったよ、よかった、ありがとう。東京でのオンライン10月6日のだけの予定だったけど急遽5日の2部を買い足しました。ありがとう、待ってるね、超楽しみ、やった、会えるんや、ありがとうね。1位、近藤和弘さんありがとうございます。今日はおとなしめのももちゃんお疲れ様でした。そう、今日ももちゃんおとなしめだったけど最後は楽しく配信できました。最後まで見てくれてありがとうね。タワーもありがとう、嬉しかった。はい、ということで皆さんお疲れ様、お疲れ様、明日も頑張ってね、ももかも頑張るから、ももちゃんも頑張ってるって思って頑張っていただけたら嬉しい。そう、ももちゃんも頑張るので明日、明日はねお昼かな、明日はお昼ぐらいの配信かな。明日は夜公演もないから、あ、明日ティフかは行きたかったな、見に行きたい、めっちゃ私 NNB さんとか、 NNB さんの後に多分 NGT ですよね。おー、いいなあ、それいいなで思い出したんだけど、インサイドヘッドも見たいんですよね。インサイドヘッドの新キャラクターのいいなが私結構ハマってて、なんか なんかあることにずっといいなーって言ってます。はい、というわけで皆さんおやすみ、明日のお昼会いましょう。私はゆっくり休みます。ではでは、では